今回ね、有岡くんにぜひプレイしていただきたい、そしてこれを見ている皆様に、はい、ぜひともプレイをしてみていただきたいゲームが、うん、ずっと言ってたんです。やりたいんですこのゲームを、うんうん、紹介したいんですという僕のかねての希望を、はい、今回叶えていただけるということで。素晴らしい。お、うまい。さすが。さすが有岡くん。待って、俺何した。さすがですね。何も別に。素晴らしい。何も狙ったわけじゃないけど。いや、素晴らしいですね。あ、本当ですか。はい。確かに、今みたいにアイテムがあったような。え、すごいね。確かあったはずです。あります。あるね、はい。そんなことまで覚えてんの。覚えてますね。すごいね。そして、この2階にも宝箱があったような。ね。ありましたね。あるね。怖いね。ありましたね。すごいね。アイテムの場所覚えてるんだ。はい。ごきげんよう。さあ始まりました放課後ゲーミングライフ、今日はカミちゃんとお送りします。よろしくお願いします。さあ今回のゲームなんですけども、はい、まあ、ちょっとカミちゃんね、はい、持ち込みでとにかく愛が深いということで、ちょっとこっからはちょっとカミちゃんお願いします。今回ね、有岡くんにぜひプレイしていただきたい、そしてこれを見ている皆様に、はい、ぜひともプレイをしてみていただきたいゲームがありましてですね、もう僕が本当にこのゲームが一番大好きと言い切れる、この主力の何前からずっとテンション高かったもんね。ずっと言ってたんです。やりたいんですこのゲームを、うんうんうん、紹介したいんですという僕のかねての希望を、はい、今回叶えていただけるということで。素晴らしい。さあ今回ねやっていくゲームなんですけど、うん、スターオーシャンセカンドストーリー R というのをやっていきたいなと思うんですけれどもね、1998年、はい、に発売されたスターオーシャンセカンドストーリーの、うん、リメイク版なんですね今回。あ、スターオーシャンで言うと2作目なんです。はい、ちょっと僕特殊で、スターオーシャンシリーズで僕この2しかやったことないんですよ。あ、もうこのゲームが好きすぎて。セカンドストーリーが好きなんです。セカンドストーリーが大好きなんです。なのでちょっとぜひともこのゲームを紹介したいなと思うんですが、うん、このゲームね何回かリメイクされてるんですよ。本当だね。セカンドストーリーが1998年に発売されて、うん、で2008年にスターオーシャン2セカンドエボリューション、あ、これもセカンドストーリーのちょっとリメイクで、これ PSP で出たんですよ。ああ PSP で、はい、PSP で出て、でそれもやった。やりました。もちろんやりました。もちろんやりましたよ。で今回また新たに、セカンドストーリー R として、プレステ5そしてプレステ4でもできるのかな、うんうん、でスイッチ、スチーム、あ、すごいね。もうすごい、もう幅広くできるように展開されてる、うんうん、へー。で私は、もうすでに2周目をクリアしました。あ、2周目やってんだ。2周目をクリアしちゃいましたね。すごいね。じゃあもうこれリメイク決まった時超嬉しかったんじゃない。嬉しかったし、なんでしょう、パッケージは僕は、うん、これは絶対買うって決めてたんで、はいはいはい、どれにしようと思って、まあやっぱプレステで5でやったらやっぱ画質綺麗かなと思ってプレス5で買ったのと、スクエアエニックスさんの通販で買える、なんかデラックスパッケージみたいな、なんかエディションみたいな、デラックスエディションみたいなやつを買って、その登場人物とラス最後のボスキャラの、アクリルスタンドがついてる。おー、いいね。サウンドトラック CD がついてる。あ、いいね。そういうのが全部詰まったやつを買いましょう。へぇ、すごいね、愛がやっぱり。大好きなんです、本当に。何がそんなにこのセカンドストーリーはやっててハマったの？長谷りますよ。あ、ごめん、めっちゃまずかったから。ほんまにこれで一本いっちゃいますよ、僕。あ、じゃあちょっと、じゃあやりながら聞いていこうかな。ギュッてやりますね。オッケーオッケー。もうとにかく、話がいい。あ、ストーリーだ。ストーリーがいい。へぇ、はい、愛と勇気の RPG。なるほど。というね。もう本当に愛と勇気の RPG です、これは。へぇ、はい。僕、スターオーシャンはね、このタイトルはしてたけど、やったことなくて。はいはいはい。でも、この今、このホーム画面で見てる、この赤いバンダナの金髪のさ、はいはい。主人公は、がクロードですね。見たことあるね。あ、あります？見たことはある。あ、はい、はい。主人公なんですけど、異世界に飛ばされた青年、クロード・C・ケニン。そして、はい、この隣にいる青髪の、うん、女の子、なんか羊みたいなこの金のこれ、そう、この髪飾りついてる子ですね、うん、が、そこでその異世界でクロードが助けることになる少女レナ・ランフォードというキャラなんですけど、このダブル主人公、うんうん、ああそうなんだ、ヒロインじゃなくてもう主人公なんだ。主人公なんです。ヒロインでもあり主人公でもある。なるほどなるほど。このレナを助けることによってこのクロードが伝説の勇者として世界を救うことになるっていう話の始まり方なんです。なるほどね、はい、でもなんかあれね、ドラクエとかと違ってこのクロードなんか銃持ってるのね。その連邦軍のその提督の息子なんですよ。へえ。だからこのピストルを持ってるんです。なるほど。ただこのピストルがある、まあ、ある持ってることによってちょっとこう光の勇者として、へえ、いいっすね、はい、ワクワクするね。ワクワクするんです。でこの後ろにね、いっぱいキャラクターいるじゃないですか。いるね。
このキャラクターはみんな仲間なんです。みんなこれをあのどの人を仲間にしていくかって選んでいくのも楽しいですし、パーティーにいられるの？パーティーに入れられます。こんなに入れられるし、うん、その入れたキャラクターとの親密度によってエンディングが変わるんです。大変だ。全部で80以上のエンディングがあるんです。やばいね。それそれが見たいがために何周もする。なるほどね。じゃあ神ちゃん全然2周目じゃ足りてないんだ。全然、僕だって最初から言ったら僕10周以上してますよ。あ、そう、はい、でもいろんなエンディング見ていろんなエンディング見てました。組み合わせを試してんだ。はい、いろいろ試して、まあこのキャラが強いとかこのキャラが好きとかもちろんあるんですけど、うんうん、まあちょっと今回ぜひ有岡くんに、ちょっとなもう長くなっちゃいましたけど、ぜひ有岡くんと皆さんにプレイして、まあ、まず見ていただきたいなと。興味を持っていただきたいと。まず、ね、興味を持っていただきたい。なるほどね、はい、いいよいいよ、やりましょう。じゃあやりましょう。じゃあいいんですか、僕がこれ基本プレイ。ぜひぜひ、もう僕は見てるだけで楽しいので。あ、しまった。めちゃくちゃグラフィック綺麗なんで。のすごいね、いきなり。いきなりすごいね、これ。これがね、これがね、なんですかこれ。元凶なんですよ。元凶、はい、こんな綺麗なのに。この物語の元凶なんです、これが。あ、ぶつかっちゃうんだ。これがある惑星にこう衝突してしまうんですね。はいはいはい。そこからこの物語が始まるんですよ。これ地球ですね。すごっ。めちゃくちゃ綺麗な。グラフィックすごいな。めちゃくちゃ綺麗なんです、本当に。やばい。もしかしたらここちょっと長かったかもしれない。まあまあ、でもオープニング大事なオープニングですね。来た、はい、SD366。 これが多分連邦軍の基地ですね。じゃあまだ異世界行く前。まだ行く前です。え、カニちゃんこのスターオーシャンが好きですっていうのは、はい、言ったことあったの今まで。それこそこのチャンネルに参加するオーディションみたいなのあったじゃないですか、うん、最初、うん、僕らウエストに全員で行ってあれでしょ、ゲーム愛を語るやつね。マリオカートやった、はい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 、あったじゃないですか。あの時に好きなゲームのところに入ってました。あ、そうなんだ、はい、これカルナスですかね。カルナスっていう船ですね、多分。始まりますね。これでオープニングが終わりました。うわ、はい、もういいもういい、もういいですね、これは。で、ここでうわ、いきなり選ぶんです。ちょっと読むね。クロードシーケンっていうのは基本的にはもう、はい、戦闘を担当する、うんうんうん、バトルに基本的に特化してる。でもパーティーにはどっちも入るんです。ああ、そうなんだ。結果的には最初からこの2人で始まるんで。ただどっちの軸の話を見たいかっていう。体術、あ、でも攻撃っていうか何、バトルもできるんだね。攻撃もできます、ね、で基本的には回復であったりとか、そのパーティーのサポート。なるほど。ってことをやる。クロードかな。そうですね、最初はクロードでいいと思います。じゃあ行きます、はい、クロード。あ、なんかボスタイプ。このね、セカンドストーリー R とそのセカンドエボリューションの時で声優さんが違うんです、うん、ちょっと聞いていい？どっちも。もちろん。いや、負けられないんだ、うんうん、はい、これがセカンドストーリー R で収録された声優さんの声ですね。で、こっちが、はい、敵だ。いや、負けられないんだ。あ、これ波川さんです。あ、そうなんだ、はい。SE かな。 SE にしますか。まあまあだね、うん、はい、こっちでいきます。これが最初オープニングで出てた、ね、広大な外宇宙は、はいはい、幾億もの人間のさまざまな夢を受け止め、その上でさらに無限の可能性を見せつけていた。そこには数えきれないほどの夢が広がっている。無論その中には悪夢も存在する。セクターガンマで確認された惑星レゾニアの知的生命体たちが地球連邦に宣戦布告し、激しい戦乱の炎が巻き起こった。基本はクロードたちなの。宇宙歴342年、クロードはこの2作目から出てきた。惑星レゾニアとの対戦を戦艦カルナスによって勝利に導き、栄誉指揮賞を受賞する。これが言うたファーストディパーチャーですかね。346年、多分スターオーシャン辺境の未開惑星ロークで発生した謎のウイルス事件を解決し、レゾニアを背後で操っていた惑星ファーゲットの指揮者
ジエリボースの陰謀を知り、ジエリボースというのは、まあ、あれか、その功績を称えられ、38歳という異例の若さで帝都に昇格する。パーティーに、うん、このクロードのお父さんが、ああそういうこと、そんな父さんのことを誰よりも尊敬していた。そうなんだ、そうです。銀河連邦の士官というのは立派な職業だっていうことも分かっている。はい、つながりがあるんだね。ちゃんとあります。うわー、なるほどなるほど。僕は僕だ、銀河連邦の英雄ロニキス・ジェイ・ケニー提督の息子というだけの人形じゃない。だけどケニーはじゃあ前作の主人公ではない。主人公ではないですけど、ここにいる、はい、重要な人物。はい、あー、おお、すげえな。なるほど、こういう感じなのね。はい、ドット絵はドット絵なんだけ ど, どうだ、けど降下前に調査した結果と何か違う結果が出たか。いえ、相変わらずいかなる波長にも反応を示しません。フィールド自体はマグネティックエナジーフィールドに似ていますが、詳細は不明です。うん、ということはセンサーから発した波を吸収しているのか。そうだな、フィールドから放出している電磁波をスペクトル分析にかけてみろ。クロード、お前もすでに勝利だ。もし戦闘になったら、はい、これでみんなを守ってやれ。うわ、フェイズがこれが必殺技、さっき持ってた。フェイズが、あのピストルね、はい、ピストルです。提督、ダメです。データベースの中のどれとも類似しません。そうか、よし、もう少し接近することにするぞ。謎の球体の調査の機会ですね。うーん、誰が何のためにこんなものを、一体何があるというのだ。とりあえずこのドーム入り口を調べてみましょう。はい、そうだな、全員で周辺の調査を行うことにするか。ここだ、そこだ。父さん、提督。いいね。どうしたクロード。はい、提督今日はないと。なんだこんなところに。多分制御装置の一種だと思われます。このドームの入り口を開くパネルになっている可能性があるかもしれません。うん、うん、さすがだなクロード。開きました。おお、中はどうなってんだい。施設みたいな、開きました、ね、内部の様子は。入り口にセンサーらしきものはなさそうですね。あとは内部に入るしかないようです。よし、内部の探索を開始する。何が起こるかわからないから各自注意を怠るな。はい、これでしょ、ね、いい気になって近寄るな。ダメな、あの装置の正体を確認して。失礼します。大丈夫です、はい、心配はいりませんよ。まだあの装置が何なのかすら分かってません。むやみに近寄らないでください。クロード、戻ってこい。その装置にむやみに近づくな。クロード。全然いガンガン行っちゃうんですねクロードは。そんなに怖がっていたら何もできないじゃないか。え、やっぱり危険なものは何もなさそうですけど、うん、大丈夫だ、うん、大丈夫だった。クロード。提督、危険です。私のせいだ。そんなことないよ、違う、止めたもんね、ちゃんとね。ロニキスは悪くない。だから全然違うとこに。すごっ、葉っぱの葉っぱすごっ。僕は
リアルやな。そうだ、ミドキニアの探査を。そして光に包まれて。ミドキニアは先いた惑星ですね。うんうん。どこだ、ここは。父さん、みんな。そうだ、通信機。通信機、はい、通信機でね、通信を取ってみましょう。うんうん、ダメか、繋がらないんですね。ダメだ、反応がない。ここでじっとしていても仕方がない。とにかくここがどこか確認しなきゃ。うん、確か手がかりを調べてみましょう。この雰囲気からして未開惑星なのかもしれないな。一体ここはどこなんだ。見てますか。お、人だ。レナです。あ、出た。この後ろ何これ、ゴリラ。危ない、後ろ。魔物ですね、この世界の。え、おっかな。うわっと、おっとっと、助けなきゃ。いける？うわ、素晴らしい。さあ、戦闘ですね。まずいな。ちょっと初めての戦闘です。はい。色もすごい。はい、色も自分で選べます。攻撃丸です。丸でできるんですけど、一回丸でやってみてください。あ、もう攻撃が通らないんですね、全く。全然ダメじゃん。そこでもらったフェイズガンを使うんですね。おっと、フェイズガン食らえ。はい、あー強いじゃない。まあまあだね。あー、ここで経験値だったりお金であったり、オッケー、サムさんおものもらえました。はいはい、レベル上がったと。はい、ふぅ、なんとか間に合ったな。フェイズガンかっけな。あ、とっさにフェイズガンを。しまった、軽率だったか。未開惑星保護条約に引っかかるかもしれない。あんだね、そういう条約はね。でもああしなかったらこの人は救えなかった。これをレナサイドで進めてると、このクロードの仕方ないのか。はあ、よくできたね。どっち主体で物語を見るか。なるほどなるほど、っていう感じですね。大丈夫だったかい。危ないところだったね。ところでちょっと聞きたいんだけど。あ、ちょっと待って。逃げちゃう。うん、行っちゃった。あ、こっち、ね、ちょっとビックリマーク、ね、はい、ビックリマーク、赤に黄色のビックリマークの方に進めば物語が進む、うんうん。いや、こういうのね、上とか行きたくなりますよね。 あるもん、なんか宝箱がね、ここにあるんです。なるほど、カニちゃんのあのアイテム絶対全部見なきゃいけないっていうのはスターオーシャンで。そうなんです、僕はこれでアイテムを全て見るということを誓いましてね。そういうことなのね、はい、フルーツシロップ。はい、へー、待っててくれるんですね、こうやって。気になってはいるんだね。はい、存在が。よかった、待っていてくれたんだね。すみません、逃げたりして。いや、その、あの、私突然のことだったからちょっとびっくりしちゃって。セカンドエボリューションの時の声優さんは水木奈々さんです。あ、ええー、はい、すごい豪華。怖かったな。声優さんが本当に豪華で。はい、少しでも本当にすみませんでした、助けていただいたのに。いいんだよ別に。それにこうして待っててくれたじゃない。うん、あ、申し遅れました。私はレナ、レナ・ランフォードと言います。レナ・ランフォード。あ、僕はクロード、クロード・シー・ケニーです。よろしくよろしくお願いします。出会った。ところで、ここで出会ってしまうんですね。さっき何か言いかけてましたけど。ああ、そうそう、大したことじゃないんだけどさ、ここってどこなのかな。
の方なんですか？え、うん、まあそんな感じかな。どこからいらっしゃったんです？地球からなんだ。地球から。地球だったんだね。地球とか地球人か。どこですかそこ。地球ってのは知らないんです。わからないよな普通。あ、もうそういう世界なんだ。そうだね、うん、なんて言ったらいいのかな。そう、遠い場所だよ。ここからは多分ものすごく遠いところですか。私はこの大陸から離れたことがないんですよ。すごいですね。エル大陸のさらに向こうなんですか。まあね、もう分かんない。そうなるかは分からないです。エル大陸って場所が大変な旅ですね。重要な場所にはなっていますね。クロードさん、この橋の向こうがアーリアです。アーリア、レナの住んでる村ですね。あそこが君の住んでいる村か。でもいいのかい。いきなりお邪魔しちゃって。クロードの気持ちにもう慣れてるじゃんってね。構いませんよ。助けていただいたお礼もしたいですし、うん、そんな別にいいよ。大したことはしてないんだから。とにかく気にしないでくださいね。大したおもてなしはできませんけど。クロードさん、私一旦家に帰ってきます。すみませんけど少しの間散歩でもしていてもらえますか。うん、わかった。すぐ戻ってきますから。安心したろうな。そうっすね。なんかとんでもないことになっちゃったな。あ、ここね、ちょっと待った方がいいです。え、これはちょっと待ってください。え、これパーティーが組んだ後にここ見に来てください。これ、はい、あ、まあ、まあまあまあ大丈夫です。まだ押しないよ、近づいただけ。あ、そうなのね。はい、これタイミング難しくね。それこれはちょっとまあ最初まあまあ取ってもいいんですけどね。僕になったら絶対取っちゃうよ。でもまあ取っちゃってもいいと思います。でもせっかく神ちゃん見るのか待つよ俺。うん、まあまあ僕は待ちますね、これは。これやったら待ちます。一周目は取った。一周目は取っちゃいました。なるほど。これ初めて見たね、これは。これはセカンドストーリー R から。なるほど。はい、ちょっと待つわ。はい。せっかくだから。はい。入ってみようか。おぉ。教会ですね。教会ですね。ほんとみんな地球を知らないんですよ。うん。勇士様。魔物がいるのね。はい、魔物がいるんです、この世界には。お、装備ですね。装備中の…あ、自動装備ってのもあるんだ。自動装備もできます。だから基本的にその数値が高いものを自動的につけてくれる。つけ替えてくれた。はい、そういう字いいね。これで、はい、押したらもうこれで装備されます。おぉ、向かいです、宝これで、ね、よし。はい、お金。おぉ、リザレクトボトル。これは瀕死になった味方戦闘中に、うん、の体力をまあ一気蘇生する。あ、オッケーオッケー。HP もちょっと回復した状態で、はい、半分とか。はい、ここがあれなんじゃなくて。はい、それでその人はどこにいるの。うん、村の中を見てるって。レナ、ちょっと。知らない人が家に入ってきた。びっくりするよな。すみません。びっくりしますよ。クロードさん、どうしたんですか。いや、村の中を散歩してたらここに着いちゃったんだ。そうなんですか。びっくりした。まずかったかな。そんなことはありませんよ。お母さん、この人が今話したクロードさんよ。お母さんですね。あ、そうなの。どうもどうも、クロードさん。私はレナの母親のウェスタです。ウェスタさん、はい、娘が危ないところを助けていただいたそうで。
そんな、別に大したことはしてませんから。いえいえ、もう少しで大変なことになるところでした。いえね、私は前から言ってたんですよ、うん、危ないから慎吾の森には行くなって。あ、慎吾の森。それなのにこの子ったら、はい、もうお母さんたら。そうは言うけどレナ、クロードさん、お待たせしてすみませんでした。もう私の用は済んだので村の中を案内しますね。あ、うん、お願いするよ。じゃあお母さん、行ってきます。もう、はいはい、行ってらっしゃい。お邪魔しました。で、案内してもらう。はい。おー、いっぱいあるね。いっぱいあるね。はい、全部回る。オッケー。はい、まあまあ、でも最初はね。はい、最初なんで、これはもう本当冒頭なので。村長のうち、まあ、いらっしゃらないみたいですね。うんうん、子供たちがいるんですね。はいはい。ここのうちのお父さんは大工さんなんです。今は隣町で大きな仕事をしているらしくて、家にいないことが多いんですよ。会うだろうな。子供たち2人だけで留守番かい？さすが両方、ね、ちょっとかわいそうですよ ね。だからできるだけ話し相手をしてあげているんです。優しいんだね、レナは。ここは最近結婚した新婚さん夫婦の家です。うん、見ている方が恥ずかしくなるくらい仲がいいんです。まだ見てなかった。そうなんだ。確かこの2階にアイテムがあったような。え、確かあったはずです。確かあった気がします。ありました。あるね、はい、そんなことまで覚えてんの。覚えてますね。すごいね。アイテムの場所覚えてんだ。はい。ブラックベリー。ブラックベリー、これ MP 回復するやつ。ブルーベリー。ブルーベリーが HP です。あ、ここはアーリアの教会です。村の結婚式とかはここでやるんですよ。そしてこの2階にも宝箱があったような、階段があるじゃないですか、ね。上がっていけば、ありましたね。あるね。怖いね。ありましたね。すごいね。はい。あー、しかもなんか大事そう、これ。はい、何これは。これ素材ですね。なるほど、なんか、はい、これは後々、レシピみたいなのを使うタイミングが来ると思います。へぇー。お母さん、ただいま。なんか作ってる、めちゃめちゃ。お邪魔します。あら、レナ、早かったのね。でもよかったわ。ちょうど今支度が終わったところよ。合うかな。支度って地球だからさ。そうなんですよね。もうまあ地球だから、なんか鶏肉七面鳥みたいな。お母さん、何この料理の山は。パンと。あ、美味しそう、美味しそう。美味しそうでしょ。これ左の緑の丸は。母さん腕によりをかけて作ったんだから。丸丸キャベツか丸丸レタスで。そうじゃないと。まあ文化の違いでしょ、これが。何食べないの？あなたを助けてもらったお礼にクロードさんに食べてもらおうと思ったんだけど。すごい、鳥かな。そうですね、七面鳥みたいな感じで。それはわかるけど多すぎない？そう、若いしたくさん食べるかなと思って、うんうん、19歳なんで。クロードさん、お腹空いてますよね。美味しそうだな。まあそれなりに。ほらご覧なさい、男の子はこれくらい食べるものなのよ。クロードさん、たくさん食べてくださいね。はい、いただきます。食べよう。はい。もうお母さんたら。平和。いや、平和なんですね。めっちゃ平和じゃん。最初はめっちゃ平和なんですが、住みやすそうな星。はい。1時間後。もう入らないや。ごちそうさま。たらふく食べたの。たらふく食べました。無理しないで残してもよかったんですよ。はい、全部食べました。大丈夫ですか？全部食べました。全部食べました。あの、まるまるキャベツとかも食べました。鶏も。僕の胃は丈夫だから。すご。私は、下で後片付けを手伝ってきますね。うん、少しの間、2階でゆっくりくつろいでいてください。はい。うん。少し休ませてもらうよ。レナ、遅いな。あ、違う。2階に、2階に
ゃあ色切っちゃうか。そうはい。ああ来た来た。お母さんが。おばさん。おばさん。クロードさん、お味はいかがでした？ちょっと量が多かったかしら。そんなことはありませんよ。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。気持ちのいい子だね。うん。そう、どういたしまして。本当に美味しかった？え、疑ってます。本当ですよ。本当に本当？え、なんか疑ってます。本当に本当ですよ。ああ、よかった。勇者様のお口に合わなかったらどうしようとばかり。勇者様何を言ってるの。僕はクロードで。あの勇者様って。クロードとしたらチンプンカンプです。いや、そうだよね。はい。あ、まずいみたいになってる。お母さん、ただいま。でも教会でも言ってたね、なんかそんなようなことはね。勇者様、子供が言ってましたね。何が隠してるね。どうしたのお母さん、そんなに慌てて。だってだってじゃなくて、どうしたのって聞いてるの。こういう話もお母さんが降りてきたこの下の会話を俺ら辺では見える。なるほど、はい、ああ。何を。勇者様って言っちゃったの。それでクロードさんは。はい、まだよく分かってないみたいだけど。一体何が起こっているんだ。うん、さっぱりですね。いいから落ち着きなさい。彼もまだ事態を理解しておらんのじゃろ。うん。あ、クロードさん。あなたがクロードさんですか。初めてお目にかかります。うん。ああ、村長。私はこの村の長をしておりますレジスというものです。はい、クロードです。こんにちは。神話の森でレナを助けていただいたそうで感謝しております。うん、いえ。ところでレナから聞いたのですが、旅をしている途中だそうですな。はい。いや、そんな大げさなものでもないですけど。どこへ行かれるおつもりですか。クロス王国、それともラクール大陸ですかな。あの、それは、ね、その分かんないですね。ここがどこかも分からぬ上に目的もはっきりしない、妙な旅人でございますな。いや、本当のこと言いたいけどね。何が言いたいんですか。言ったらなんかね、はい、信じてもらえるかもね。はい、無礼を承知で申し上げます。クロードさん、あなたは嘘をついていますな。あなたはただの旅人ではありますまい。旅人じゃなかったら何なんです。おそらく異世界の、うん、伝説の勇者。旅人というのは世を忍ぶ仮の姿。違いますか。あなたは我々を助けるべく訪れた光の勇者様でございましょう。うん、ちょっと待ってください。何を根拠にそんな。根拠なら我々の地方の伝承に次のような言葉があります。はい、この地エクスペル、脅威に襲われ民苦しむ時、はい、ね、はい、異国の服をまといし勇者現れん、うん、かの者光の剣を携え人々を救いたもうと。あなたは異国の服をまとい光の剣をお持ちじゃ。光の剣。これ以上どんな理由をお求めになる。そんな光の剣なんて僕は持っていませんよ。そんな、私を助けてくれた時にはまばゆい光を放つ武器を使っていたじゃないですか。あれはね、いつだですね。それは基本的にそういうこの人は違うのでしょうか。そういうレーザーとかそういう概念がない。ああ、なるほど、はい、光を出したもの。はい、そんなことない。光の剣に関しては分かります。光の剣ではありませんが、確かにそういう武器を持っています。うん、でもだからといって僕が勇者であるというのは何かの間違いのような気がします。どうしてそんなことを言うんですか。だって本当に勇者じゃないんだ。僕にそんな力はないよ。
そもそも何が起きているのかもわからないし、いきなり助けろって言われても。マドクロ、本当に知らないんですか、ソーサリーグローブのことも異変のことも。この村に起きているのではありません。世界全体に異変が起きているのです。本当にご存じないようですな。ご説明いたしましょう。今から3ヶ月前のことです。はい、すごいねこれ。でもベースはあれでしょ、この村から北西に位置する別の大陸にエル王国という国があります。はい、エル王国。そのエル王国の領地の一つ、エルリアの町にある日突然隕石が落下しました。はい、このオープニングの。そうです、これだ。初めはただの珍しい隕石だと騒がれていただけだったのですが、やがて異変が起こりました。平和だったエル王国に突如多くの魔物の群れが出現し暴れ始めたのです。今までそのようなことは全くありませんでした。その隕石が落ちる前までは、関連付けて考える方がおかしいとお思いになりますかな。我々は墜落した隕石を魔の石、ソーサリーグローブと呼ぶようになりました。どう考えてもあの石が全ての厄災の元としか考えられないのですから。信号の森でレナを襲ってたあの魔物もこのソーサリーグローブが原因で、ソーサリーグローブが突然降ってきたように、はい、あなたも突然現れた。あの石が全ての厄災の元なら、それを断ち切ることができるのはあなたしかいない。そう思ったのです。今、世界に異変が起きつつあります。今までになかったような群発地震、動物たちの魔物か、動物たちが、いずれはこの村にも厄災が降りかかるでしょう。でも、僕にはそんな力はないんです。厄災を引き起こすような隕石を相手にできるわけがない。それではあなたは、どこからやってきてどこへ行こうというのです。それはうまく説明できません。説明しても分かっていただけるかどうか。ただ言えるのは、僕は自分の意思でここに来たのではなく、事故によってここに来たということです。そして何とかして本来いた場所に戻りたい、それだけなんです。漠然としていて分かりにくいですな。でもそうとしか言えません。そうですか。そこまで強硬に否定しなさる以上、あなたのおっしゃることはきっと真実なのでしょう。本当にあなたは光の勇者様ではないのですな。ごめんなさい、そんな。すみません、結果的に期待を裏切る形になってしまって。いや、こちらが勝手に勘違いしただけです。あなたが気に病むことはありますまい。ごめんなさいね。レナ！職が飛び出しちゃった。クロードさん、一つお願いがあるのです。何でしょう。できればこの先、あまり勘違いを受けるような行動は慎んでいただきたい。うん、その、光の剣などのことです。先ほどご説明いたした通り、ソーサリーグローブのせいで今、人々の心は不安に満ちています。そんな時、伝説と符合する人物が現れたら、少なからず希望を抱いたとしても不思議はありません。レナのように、どうせ叶わぬ望みなら、はじめから持たぬ方がいい。どうかお願いします。わかりました。わかりました。気をつけるようにします。ところでクロードさん、これからどうなさるおつもりです？それは正直困っています。いろいろと調べて何とか手がかりだけでもわかれば
とは思っているんですが。それならばこの村にしばらく滞在なさってはいかがですかな。ここでも何かわかるかもしれません。何、泊まるところなら私の家に泊まればいい。それではお言葉に甘えさせていただきます。ありがとうございます。これで1日目終了ですね。濃かったね。はい、濃いんです。いろいろありましたけど、もう回し始めて58分すごい。おはようございます。おや、ようやく起きられましたか。結構寝てた。結構寝てましたね。はい、ぐっすりと眠れました。それはよかった。ところでクロードさん、この村で良い話が聞けなければアーリアの北にあるサルバの町へ行ってみるのもよろしかろう。ふわり町、あそこは鉱山の町じゃ、はい、大陸中からいろいろな人が集まっておる。何か役に立つ話も聞けるかもしれませんぞ。わかりました。いろいろとありがとうございます。なに、礼には及びません。あ、そうそう、どうぞこの剣をお持ちください。剣、光の剣は何かと目立ちますからな。それと疲れた時には2階のベッドで自由に休まれるといい。ロングソード、はい、武器を手に入れます。はい、本当にありがとうございます。気をつけて行きなされ。うわ、剣もらったな。で、確かここで時間制限イベントがあったはずなんですよね。本来この北に行くはずなんですけど、南の方に、信号の方に。え、戻る？はい。エネミーシンボル？はい、これ敵ですね。あ、はいはい。触れるとと。はい、触れると、本当にこう、今まではずっと歩いてたらこう、なんでしょう、エンカウントするんですけど、今回は、こう、ちゃんとシンボルがいて、それに触れに行けば、ドットになる。じゃあ敵を戦いたくなかったら。からも避けていけば。お、うまい、さすが。え、バックアタック、バックアタック、さすが龍太くん。いや待って、何でした、さすがですね。何も狙って、素晴らしい。何も狙ったわけじゃないけど、はい、いや素晴らしいですね。なんかあれだね、キョキョしてんな。はい、今これね、バックアタックでね、ひるんでます。オッケー。はい、うん、これで戦闘は怪我はないか、勝ちですね。いや素晴らしい、あれを今、はい、エネミーシンボルの後ろからあります。あ、触れた。触れたんですよ。うん、後ろから行くとバックアタックで敵が広くなる。あ、じゃあ先制攻撃できるんだ。はい。じゃあちょっともう一回やってみるわ。はい。バックアタック。はい。これバックアタックですね。オッケー。敵だ。はい。今度バックアタック。で、敵が、うん、こう広んでるうちにこう戦闘が始められるので、有利、有利だね。それは、はい、進められる。僕らの勝ちだな。奥にね、レナがいるんですよ。本当だ。で、ここでこのマップ見てもらうと、びっくりマークの横に砂時計ついてるの。本当だ。これが時間制限イベントです。ちょっと話し合ってみるわ。はい、これが時間が経つともうこのイベントは見れなくなっちゃうっていうものがちょこちょこ出てきます。へー、でもあれだね、見逃したら知ってやだな。そうなんですよ。おはよう。おはようございます。勇者じゃないって分かった次の日の、うんうん、レナの、昨日はすみませんでした。え、何、ここに野宿してた。勝手に大騒ぎしてしまって野宿はしてないです。リリーだからそこにいたわけじゃない。ここにはいたわけじゃない。あ、でも家にいて朝いいよ、ここに来た。自分でも怪しいやつだと思うし、話を聞くと勘違いされても仕方がないかなと思った。私、勇者様の話を子供の頃から聞いて育ったんですよ。これはもう、みんなが困った時には勇者様が現れて助けてくれるって。今いろんなところでみんなが困っているでしょ。そんな時に伝承とそっくりなクロードさんを見て、この人だって思ったんです。思うわな。そうだったんだ、ごめんね。そんな、クロードさんは何も悪くありません。私が勝手に勘違いしただけなんですから、本当に気にしないでください。早く元の場所に帰れるといいですね。すみません、少し一人にしておいてもらえますか。じゃあ一回北目指したっていう。はい、もう目指しちゃって大丈夫です。いつか広っ、広いんです。めちゃくちゃ右下すごいことなってるけど、めちゃくちゃ広いんです。出てきた、出てきた。なんか奥やばい、海の奥。どうした、あれ、あの奥ね、あのバーって、ね、どうした、あれはめちゃくちゃ強いです。え、そうなの。はい、もう今戦ったらもう瞬殺です。あ、そう、はい、
タリスマン。あ、タリスマンはいいですよ、つけた方がいいです。これで、あのディフェンド、ディフェンス、防御力が 10% 上がる。おー、大きいね。うわ、すげー、壊れてる。ちょっとさすがに、あ、でも今繋がってますね、これ。何繋がってんの、これ。行ってもいいかもしれないです。気づいた敵同士がこう繋がるんですよ。そうするとこうチェインバトル、気をつけろ、連射になるんです。へぇ、エネミーリンク。はい。で、効率力が、これ、これ敵なの、これ。はい、これ敵です。で、こうやって連射することによってこう経験値だったり、おまけがちょっと多くもらえたりする。これなら満点だな。なるほどね、まとめてね。駆使して、こうレベル上げを。で、やったりお金稼ぎを頑張る。なるほど。ここか。はい。お屋敷ですね。おお、すごいね。ここのと。失礼します。よっしゃ。通信を試みてるね。ダメか。ダメだ。ダメでした。ここは本当に未開惑星みたいだ。どこにも手がかりがない。通信機も相変わらず無反応だし。仕方ない、一旦アーリアに帰って考えよう。帰る？じゃあ戻ろう。で、ここはファストトラベルができるようになりました。ファストトラベルあるのね。はい、ありがたいね。上を押してもらえると、こう一旦行くものには飛べるようになりました。へえ、これは非常に便利です。これ便利だね。そして変えるとまた一台。どうしたんですか、皆さん集まって。あ、クロードさん、レナが、ね、森だよ。森にいたんですよ。レナに何かあったんですか。クロードさん、隣町の町長の息子のことは知っていますか。会ってないね。会ってはないですね。まだね。はい、はい、まあ少しは。ちょうど執事の方が言ってた。うん、そうですね。それならば話は早い。え、実はレナがアレンに無理やり連れて行かれてしまったのです。連れて行かれた、どこに。おそらく自分の屋敷でしょう。うん、さっきの奴はレナのことを好いておった。さっきの意識。そうです。それにしてもこんな強引なことをする男では。うん、何をじっとしているんです。早く助けに行かなきゃ。話はそう簡単にいかないのです。アレンは隣町の有力者である町長の息子ですし。だからってね、仕返しをされる可能性もあります。まあ町長はそのようなことをなさる人ではありませんが、可能性としてはゼロではありませんから。だからって。ですから我々も途方に暮れていたのです。どうしたらよいものか。僕が助けに行きます。男だね。僕はこの村の人間ではありません。僕が乗り込んだとしても村に迷惑はかからないでしょう。なに、ちょっと行ってレナを助けてきますよ。すごいね、かっこいい。言える、言える、これ。いや、言えないっすよ。なに、ちょっと言えないよな、これ。大丈夫です、僕には光の剣がありますから。心配しないで待っていてください。レナを、レナをお願いします。わかっています、必ずレナを連れ戻してきますよ。ここは行きましょう。早いね、ファストトラベル。これほんまに便利なんですよ。ロードめっちゃ早いね。これまではもう自力で戻らないとダメやったんで。あ、なかった今まで。なかったです。98年の。はい、なかったです。これは新要素ですね。あ、そう。はい。行くよ。それも醍醐味なんですけどね。まあね。はい。俺かなんか鍵かけてる。鍵がかけられている。こうなったら。こうなったらなんだ。どうすんの。てってってと。あらら。あ、やっちゃった。すごいね。強行手段。やっちゃった。しまった。あ、フェーズガンのエネルギー残量が。そうかそうか。あんのね。しばらくは使えないか。でも、もう周りの人当たったやるしかないんだ。びっくりするかな。え、今のは何？まさか光の剣なのか？ああ。これはレナのつけていた髪飾りだ。なんでこんなところに。ここに
レナの髪飾りが落ちているということは。なんか動かした跡ない？あそこに。お、いらん。ほら、跡がほら。あ、ほんまや。ありますね。やっぱり。やっぱり。大丈夫ですか？まさか。お、パパか。さすが、りょうかくん。パパだよな。そうです。大工の。はい。君は大工のパパです。兄弟のパパだな。リオちゃんのパパでございます。イメージ通りのパパだ。レナの友達です。レナは？レナちゃんは、サルバコードの奥に連れて行かれた。サルバコード？はい。私はアレン君に依頼されて、妙な祭壇を作らされていたんだ。うん、おそらくそこに連れて行かれたのだろう。どんなやつだ、アレン。私も助けようとしたんだが、逆にやられてしまった。この奥なんですね。そうだ。気をつけろ。アレン君は、彼は何かがおかしい。何かがおかしい。何かがおかしい。わかりました。アレン君は、はい、ここで待っていただいて。何かがおかしいんです。レナを助けたら迎えに来ます。すまない。こう。くそ。ああ、ちょっとどうしようこれ。これね、どっちから行くべきだこれ。これはね、そうそう迷いますよね。ああ、もうどんどん分岐点ありすぎるって。僕やったらもう敵も完全に無視してまず見るね。あ、やられちゃいましたね。後ろ戦おう。これ逆に自分が後ろから来られると自分が開けるんだよ。なるほど。はい。これいっぱいいんだおい。これみんなそうかい。はい、そうです。めちゃめちゃいるなこれ。僕らの勝ちだな、うんはい、これ右下の重要だよ。これはね、これが溜まっていくと能力がちょっと上乗せされたりとか、お金がちょっと多くもらえたりとかっていう設定ができるようになります。へえ。戦術ってことってもらうと隊列ってあるんですよ、うん、これでいろんな隊列をこう手に入れていくんですよ。で今このリニアモーションっていうのが設定されてて、はい、このボーナススピアみたいなのが50貯まるとアタックが25%上がる、100貯まるとディフェンスが上がる、で300になるとヒット命中率が上がるみたいな。このボーナスはさ、はい、どうやったら増やせる？これはね、敵をもう倒していくしかないです。あ、1回の戦闘だけじゃないと。はい。これがね、さっき村にあったやつですね。光の線みたいなところ。はい。これをやるとね、こう、経験値もらえるんですよ。大きいね。はい。なので、レナがパーティーに入ってからやると、レナのちゃんと経験値も。まあ、じゃあ、レベルが上げる。なるほどね。あ、それがそういうことね。そうなんです。だからもったいないってことね。はい。これか引き寄せて回ってこう。お、素晴らしい。素晴らしいです。レナいるか、やつは。いたね。それ以上近づかないでもらおうか、アレン。お前がアレンか。もう鎖に繋がれちゃってますね。自分が何をしてるのか分かっているの。いやだね。今は神聖な懇儀の最中なんだ。これから僕らは一つになる。邪魔をしないでもらおう。さあ、やっぱ何かおかしいな。おかしいんですよ、アレンが。あれ、何かおかしいぞ。クロードさん、助けて。やめろ。一方だけが望む懇儀などありえない。その通り。一方だけ？それは間違いだ。僕らは愛し合っている。愛し合っているんだ。愛して。アレン、どうした？愛して。まずい。うわ、まがしいですね。クロードさん、うわー、どうした？アレン、あー、アレンが、うわー、魔物になっちゃいましたね。どういう魔物これ。うわぁ、うん、すごいなこれ。鬼みたいな。バトルだ。魔物になっちゃいました。バトルか。まずい、敵だ。うん、魔法ね。じゃあ、使ってみてください。なんかな。はい、使ってみてください。ウハさん、どうした？いや、当たりました。ウハ、すまない。ああ、いや、ありがとう。めちゃめちゃ回復決めてる。どうだ、ありがとう。
お、ブレイク、いいですね。エネミーのシールド値を全て削るとブレイクが発生すると、はい、ひるむのね、相手。そうなんです。無防備になりますか。もうゴーちゃん、まだ強力ガンガン、もうもう、これはもうごめんなさい。はい、これなら満点だな。無事かい、アレンは。レンは、大丈夫かい。はい、レナ、彼は一体。わかりません。アーリアに来た時から何かに取り憑かれているみたいでした。しかし、人間があんな姿になるなんてどういうことなんだ。アレン、優しい人だったんです。レナ、一体どうして。おいしょ、あれ、まだ息がある。早くも、はい、チューの能力ですね。ここは、あ、レナ、どうして君が。あれ、元に戻ったのね。正気に戻りました。何のことだい。なんだか頭が痛いんだ。ぼーっとする。それになんだか長い夢を見ていたみたいだ、うん、どうやらあの石が全ての元凶だったみたいだね。はい、石がなくなったせいで元に戻ったんだ。でもよかった。とりあえず屋敷に戻ろう。話はそれからだ。そうよ、大変だったんだから。ダメだ、全然思い出せないよ。僕があんな祭壇をボスマンさんに作らせていたんですよね。ボスマンさんっていうのね。ボスマンさん、パパ、はい、そうなんだ。2週間ぐらい前かな、依頼を受けたのは。2週間であれを作ったんです。今考えてみると、その時からもうアレン君は変だった。そしてね、アレンはじゃあ結構長い間取り返ってた。そういうことですね。おそらくあの石のせいでしょう。まあ、1ヶ月弱ぐらい。あの石から発せられる何らかの力によっておかしくなったんだ。確かにそうなのかもしれない。あの石を初めて見た時、なんだか妙に気分が高ぶる気がした、うん、自分のすることに間違いがあるはずがない、そんな感じで心が満たされて。その後のことはよく覚えてないけど、その瞬間だけははっきりと覚えてる。あれ、すまなかった。いくら意識がなかったとはいえ、ね、君にはひどいことをしてしまった。うん、意思なんですよね。ううん、いいの、元のアレンに戻ったんだし、あんまり気にしないで。ありがとう。レナ、そろそろアーリアに帰ろう。お母さんも心配しているよ。うん、帰ろう。はい。僕はサルバのみんなに説明をしなきゃな。分かってもらえるかは分からないけど。あ、戻ってきた、ね、レナ帰ってこれました。改めてお礼を申し上げなければなりませんな。うん、一度ならず二度までもレナを助けていただいて。もう勇者ですよ。いや、お礼を言われるほどのことではありませんよ。結局今回の事件は何だったのでしょうな。本当にサルバ坑道の奥で発見された石のせいなのか。そうとしか考えられません。石が壊れてなくなった途端、アレン君が元に戻ったんですから。おかしくなって魔物になる。まるでソーサリーグローブみたいな石ですね。確かに、確かにそうじゃな、うん、もしかしたら何らかの関係があるやもしれん。ソーサリーグローブか。え、あの、ちょっとそんな気がしただけです。あまり気にしないで。しかし、あの後サルバでは大騒ぎだったようです。アレンのこともそうですが、勇者のことも。すみません、
注意されていたのに。いや、責めているのではありません。あなたはレナを助けるために一生懸命だったのでしょう。ただ隠すにはあまりにも広まってしまった。そう、クロードさん、ソーサリーグローブを調べに行ってはいただけませんか。元凶を。非常に身勝手な願いであることは分かっています。ただやはりあなたしかいないと思うのです。アレンのこととも無関係ではない気がします。確かに。アレンを救えたあなたならば。どうする、クロードさん。どうするんだ、クロード。ソーサリーグローブが聞こえないでしょ。今分かっているもので、宇宙に関係あるものはソーサリーグローブしかない。他には全くと言っていいほど手がかりがないんだ。今までの話からソーサリーグローブがただの隕石とは考えにくい。お、調べてみる価値はあるかもしれないな。わ、うん、かりました、やってみましょう。それでは。あ、前にも言いましたが、僕は勇者ではありません。世界を救えるなんて大それたことは考えていませんよ。ただソーサリーグローブを調べることで僕に有益な情報が手に入るかもしれない。いや、そうですね。自分の利益とみんなの利益が一致するならやってみてもいいかな、そう思っただけです。ありがとうございます、クロードさん。我々もできる限りお手伝いいたします。はい、どこまでできるかは分かりませんが。クロードさん、私を連れて行ってくれませんか。お、レナ。レナ、おびっくり、同じ反応。もうありがとう、もうスターオーシャンの世界の人間ですよ。今村長様が言いましたよね。私もお手伝いしたいんです。でもレナ、危険だよ。うん、それは分かっているつもりです。でも私も全く役に立たないことはないと思うんです。確かに回復、クロードさんはこの大陸のことよく知りませんよね。うん、全然知らない。案内役は必要だと思います。私の力役に立ちませんか。そんなことはないけど、でも村長様も何か言ってやってください。いや、クロードさん、レナの望み通り連れて行ってやってはもらえませんか。村長様、レナはきっとあなたの旅の役に立つでしょう。どうかお願いします。わかりました。でもお母さんの了解を得てからだよ、ね、うん、あのお母さんはちょっと、そうじゃなければ連れて行かないからね。上下さん、どうですかね。はい、わかっています。ではまずクロスに行くとよろしいでしょう。あそこは大きい町です。何か手がかりも見つかるでしょう。次の町クロス。最近は随分冷え込むようになったわい。レナ、気をつけて帰るんじゃぞ。大丈夫ですよ、私の家はすぐそこなんだから。迷惑でしたか、一緒に行くって言って。いや、そんなことはないよ。あの、私、え、なんじゃ、まだ帰っておらんかったのか、レナ。なんか言いかけました。おやすみなさい。聞きたかったのにな、今。何か言いかけましたね。なんだ、どうしたんじゃ、あいつは。さあ、風邪をひくといけません。部屋に戻るとしましょう。うん、あ、そうか。はい。ここ止まってるか。新水ね。これいいじゃん。ここまで。とりあえず一旦ここまで。はい。ちょっとね、冒頭の物語がすごい濃いんですけど。いやー、でも大事ですから、はい、導入は。これが言うた物語のおすすめるに当たる。このきっかけの、まずお話が
前半にあるので、まだ、まあ、お母さんの許可は得てないけども、はい、レナが仲間になりそうだね。はい、そうだ、レナは行くことになりそうですね、はい、これね、一緒に旅に行くことにはなるとは思うんですが、このレジスが今こう話をしませんかと言って、うん、気になるね、これ何を話すんだっていう感じですね。はあ、じゃあこれレジスさんとのこの会話結構大事もして、大事ですね。まだだって言ったら旅はなんか始まっ、まだ始まってないです、ばかり言ってます。そうだね、まあ、そうですね、これからだよね。はい、これからですね。バトルも面白いですね。そう、バトルがね本当に面白くて、戦闘システム面白い。はい、これが仲間が増えるともっとこう最大4人までパーティー組めるので、うん、その後2人で、あとクロード入れた後2人とか、うん、それ以外にもこのセカンドストーリー R になって追加されたバトルシステムというか、うん、うん、っていうのもあるので、へー、それもちょっとおいおい出てくるので、いや面白いです。はい、ぜひともちょっと、はい、この続きも見ていただきたい。いやちょっとこれはもうここで止めるわけにはいかんよね。いや、ここではね、さすがにね、もうちょっとやりたい。そうなんですよ。ちょっと続きは楽しみにしてます。はい、じゃあ神ちゃんいいっす。あ、俺これはもう神ちゃん、あ、いいんすか。もちろん神ちゃん主導でもこれ締めてもらって、いやちょっと皆さん、セカンドストーリーあるいかがでしたでしょうか。ちょっとね、ご興味湧いたという方はぜひともやっていただければなと思います、うん、この続きはもまたやりますからね、はい、ぜひ、はい、ともその続きを見ていただければなと思います、うん、このスターオーシャンセカンドストーリー R が良かったと思う方はですね、はいはいはい、グッドボタン、そしてチャンネル登録、うん、ぜひともよろしくお願いします。大事大事、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。